て、時のオカリナのモチーフになっているダルニアとルト、はいはい、この2人いるんですけど、はい、どっちを見たいですかね皆さん。そうですね、どうでしょうか、はい、ちょっとじゃあアンケートじゃしてみます、ね、アンケートでいきます。はい、少々お待ちください、はい、うわコメントがいっぱい、ね、ダルニアかルトでこれ、ね、兄貴もいいんじゃないですかね。ダルニアの兄貴にしましょうか、うん、いやちょっと待ってくださいね、まあユーザーさんのねルト意見でいきたいですね、はい、どちらでしょうか、クリックしてください。ダルニアはあの踊りをするんですよね。やっぱりダルニアさんといえば踊りですかね。そんなこと言ったらもう誘導されちゃうんですはい、締め切ります。なんとなく2番が強いんじゃないかなっていうのでちょっと、ね、ダルニアをちょっと押してみたんですけどじゃあちょっと結果を見てみましょう。はい、おお、あ、なるほど、ルト姫ですね、ルトですか、ルトでした、はい、ルトで、はい、じゃあルトでいきましょう。ですね、ルト姫人気ですね。人気ですね。結構あの、ね、原作でも印象的なキャラクターだったんじゃないですかね、うん、そうですね、ルト姫あのキャラクター公開する時のプレイ動画の時にあのキャラ紹介の時に誰かに担がれてましたけど、あのやっぱり皆さんルト姫っていうとこう運んだ印象がすごいあると思うので、あ、うん、あの そこら辺は、はい、もう、はい、分かる方には分かっていただけるんじゃないか。担いで投げたいっていう、これがその、ステージの最初ですね。でこれあのキャラ移動ダッシュではもう、あ、いや泳いでます、はい、ここがファンには懐かしい場所になってますね、うん、あ、そうですね、この辺のステージは、はい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 、はいはい、そのまんまですね。これまたフリーモードなのでルト姫を探すルト姫になってますけど、うん、あのその辺は、あ、そういうことなんですね。いろんなキャラクターで遊べるっていうところで、実際はこれは他のキャラクターで遊ぶっていうことですね、はい、うん、これあれですもんね、実際にあったゾーラの里の地形を結構イメージされた、ね、そうですね、はい、崖のところでちょっとそれっぽいようにデザインされているんですね。結構もともとルト姫とかは戦うキャラクターじゃなかったと思うんですけれど、はい、まあ、こういったあの例えばそういう戦闘方法であったりとかそういったものっていうのは結構やっぱり紛糾したんですか。とにかくこう一個一個の技のアイデアというか、それはもうこう何かのモチーフを持ってこようっていうのがありましたので、一個一個の技をこうあの時あのネタをこう持ってこようっていうような、とにかくもうアイデアをとにかく詰め込むだけ詰め込もうっていう作り方をしたので、プレイ動画もその辺気づかれてる方で結構いろいろコメントで書いていただいたりしてますけど、そういうこう何でしょうね、他の方とのこう会話といいますか、こうファンの方分かるみたいなところで、我々からいろいろなアイデアをとにかくアクションに詰め込むっていうような、はい、今回は方針で作りました。特に今回はあの武装としてこう武器を使って使うキャラクターだけじゃなくて、こうやってもう魔法というか何でもありの世界なので、とにかくド派手な無双にしようということで、アクションに関してもかなり振り切って作ってます。この辺はあの普通の必殺技じゃないコンボでも今みたいにですね、
はいはい、水がどんどんこうでっかいのが出てきて爆発したりとか、やれるだけやってやりきってます。うん、はい、まあ2人いちゃう。こうルいろいろなネタで書いた時のオカリナだとこう釣りなんかが印象的だったりしたと思うので、実はこうルト姫の攻撃魚がちょっと出てきたりするんですけど、魚のデザインなんかはこう時のオカリナのあの魚とデザインしたりっていうのも入ってますね。はい、ちゃんとね、あそこあれ多分釣り堀屋の入り口がちゃんとありますもんね。釣り堀の下、ちょっと素敵な帽子をかぶった店主が確かいたと思うんですけど、またちょっと昔のゲームを引っ張らせて釣りやりたいなと思って気になってます。時の階段はあれですよね、今 3DS でも、そうですね、あの時の階段 3D が遊べますので、じゃ今から発売前に体験していただけるので、うん、はい、今回あの、まあ、時のオカリナで今思い出したんですけれど、あのフィールドといえばスタ、何でしょう、スタルチラ、はいはいはい、黄金のスタルチラって、ね、探す遊びがあったと思うんですけど、なんか無双シリーズにも、あ、無双シリーズゼルダ無双にも、はいはい、なんか存在するというふうに伺ったんです。そうですね、ステージ の、 あの条件を満たすとステージにスタルチラが現れます、はい、でマップ上に雲 の、 あの巣が貼られるんですよ、この辺のこの辺にいます。スタルチュラがいます。というのが出てきます。で、一定時間すると消えてしまうので、うん、今自分がやっているミッションというか目的とは違う、あのどっちを今やろうか今やらないかっていうのを選びながら、しかもですね、この辺っていうだけなので、あとはあのスタルチュラ遊びと一緒です。あの音でどの辺にいるかっていうのを探してもらって、近づけば音が大きくなるので、それでスタルチュラを発見してもらって倒すと。ピースというのが手に入って、これを集めていくとショップ、バザーでいいことがあったりしますので、はい、数は決まってるんですか、全然これ100匹あ、100匹なんですね、本当に100匹いるんですね、これは、はい、検索通りやっぱりあのハイリアコハンですね、仕掛けがあの水を引いて、でこの先もですね、実はこう水をまた引いたりして先に進めるような仕掛けになります、はい、じゃあ結構そういうフィールドのギミックがあってそれを利用するってことがあるんですね。そうですね、その辺のステージのギミックに関しても元のフリーズをモチーフにアレンジ、ゼルダムストーリーにアレンジして入ってます、はい、これ水ゲージみたいのがあるのねっていうコメントが来てましたけど、はい、これは確かにあの黄色いゲージ の、 あの下にあるのはそのルト専用の何かですか、ね、はいはい、そうですね、はい、キャラクターによって若干アクションのシステムを変えていて、ルト姫はあの水ゲージがあって、水ゲージがある方が強力、攻撃が強力になります。でキャラクターによってそのサブゲージの使い方が、水ゲージが今いっぱいに溜まってサブゲージの使い方によってコンボ自体の技が出る技が変わったりもしますので、あ、そうなんですね、はい、でキャラが溜まるとこの水を攻撃ができる、で最後に締め技であの大きな波が出せるという形ですね。すごいですね、これ、結構そのずっとコメントで実は来てたんですけれど、レベルアップやステータスはあるのかっていう質問が来てたんですけど、はい、これはどうやらありそうな感じですかね、はい、そうですね、右下にあのレベルの表示とバーがあると思うんですけど、あれは経験値倍になるので1個貯まるとレベルが上がります。でレベルが上がるとですね、体力が増えたり攻撃力が増えますので、もうとにかく倒しまくってください。で
でキャラクターごとにレベルがあるので、まあ、自分のお気に入りのキャラクターのレベルなんかはどん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 それで上げていってもらえる。ここから先は実際にちょっと皆さんに製品版で遊んでいただくとして、ね、じゃあちょっと他のステージお見せしましょうか。はい、すごいですね、はい、そのね、ちょっと放送でどこまで伝わってるかあれなんですけど、すみません、あのすごいですよ、実際の画面見てるとビビりますよ。じゃあ次は